血管が障害されると、血管組織と血小板、凝固因子の間に素早い相互連鎖反応が生じて出血を止めます。止血の中心的役割を果たす血小板は、骨髄中の許可球がちぎれて血流中へ送られた細胞片です。不活化状態では直径2マイクロメートルから4マイクロメートルの円盤形で、核はなく下流や細胞小器官を持っています。密下流には凝集に機能するセロトニンや ADP などが含まれています。膜表面にはプロスタサイクリン PGI2 やトロンボキサン A2 ADP やセロトニンの受容体、また GP2B3A などの糖タンパク質複合体があります。プロスタサイクリンは血小板の抑制化因子であり、主に障害されていない血管内皮細胞で産生されます。一方、トロンボキサン A2 は血小板の活性化因子で、損傷組織や血小板などで産生されます。正常な血管内ではプロスタサイクリンとトロンボキサン A2 による抑制と活性のバランスが取れていて、血小板は不活性な状態で循環しています。血管壁が障害を受けると、損傷した組織の細胞膜のアラキドン酸が代謝されて、トロンボキサン A2 が放出されます。トロンボキサン A2 が多くなると出血部位の血管が収縮し、出血量を最小限に抑えます。また血小板が活性化して損傷部位に集まってきます。活性化した血小板は球状となり、義足を出して互いに密着していきます。その過程を詳しく見てみましょう。まず血小板は、損傷によって露出した血管内皮下のコラーゲン繊維にフォンウィレブランド因子を介して粘着します。すると密下流からセロトニンや ADP を放出したり、トロンボキサン A2 を産生して放出したりします。これらが刺激となって近くの血小板が次々に活性化され、血小板膜に GP2B3A 複合体が形成されます。ここに血小中の糖タンパク質であるフィブリノーゲンが結合することで、血小板同士が連結し凝集が起こります。こうしてできた血小板血栓が一次血栓です。さらにフィブリンの網が覆って赤血球も絡まり、強固な止血血栓である二次血栓が形成されます。その際、血小中のフィブリノーゲンをフィブリンに変換する反応を凝固といいます。凝固系は凝固因子が次々と活性化していくカスケード反応であり、二通りの経路があります。一つは第12因子がコラーゲン繊維に触れて連鎖的に起こる内因系で、もう一つは損傷組織から放出される第3因子の組織トロンボプラスチンが活性第7因子とともに働く外因系です。2つの経路で活性化された第10因子は、第5因子やカルシウムイオンとともにプロトロンビンをトロンビンに変え、これがフィブリノーゲンをフィブリンに変換します。さらに安定化フィブリンとなって強固な止血血栓が形成されます。このような血栓が損傷部位を覆っている間に血管の修復が進みます。やがて止血の役割を終えた血栓はフィブリンが分解されて溶解します。この反応を栓溶と言います。